人馬王タワーは中華人民共和国上海市歩道新区に位置する超高層ビル。ビルの最上階は有料の展望台として公開されており、東ずま玉、電子塔や上海環球金融中心の展望台と並ぶ人気の展望ポイントである。また、53階から87階には、このビルのメインテナントであるホテル、グランドハイアット上海がある。ホテルより、下は、 上海ダイヤモンド取引所をはじめとする様々なオフィスが入っている。数々の超高層ビルを手掛けてきたシカゴの設計会社スキットモア・オーイングズメリルが設計を行い、後にドバイのブルジュ・ハリファなどの設計も担当するアメリカ人建築家エイドリアン・スミスの代表作の一つである。下から見たジンマオタワーと上海環球。 金融中心ビルは、上海地下鉄陸各地橋駅から、すぐの場所にある2万4000平方 M の敷地に建っている。ビルのデザインは、仏塔など、中国建築の形態を引用した、ポストモダン建築風のものであり、ビル全体が、仏塔の屋根のようにリズミカルに分設され、階数が上がるごとに徐々に細くなる戦闘場になっている。中国文化における基地数である、が、 ビルの至るところに使われている。全体の階数は88で、頂上から基部までが16段に分設されており、高さ16階の最下層から1段ごとに8分の1ずつ低くなっている。エレベーターや配管などを格納したビル中央部のコアはコンクリート製の立体体ーン壁で囲まれているが、コアの断面は八角形になっている。コアを囲むように、 オフィス空間が広がり、その外壁に8つの複合材料製スーパーコラムと8つの鉄製支柱が立ちビル全体を支えている。スーパーコラムや支柱とコアとの間は高さ2階分のトラス構造のり8つで連結している。ビルは堆積した土砂からなる軟弱な地盤に立つため、基礎は深さ83.5メートルに達する鉄製のパイル1062本でできており、各パイルは 厚さ4メートルのコンクリートで覆われている。地下海を囲む鉄筋コンクリート製の土中兵器は厚さ1メートル、高さ36メートル、周囲568メートルになる。台風や地震に備え、秒速55メートルの風やマグニチュード7の振動に耐えられる、要先進的な構造設計技術が用いられ、 鉄柱をつなぐ耐震ジョイントが風や振動の衝撃を吸収するようになっている。また57階の水泳プールも揺れを吸収する役割を果たす。外壁はガラス、ステンレス、アルミ、加工岩からなるカーテンウォール構造である。ジンマオタワーと地下鉄駅ホテルのアトリウムを下から見上げるジンマオタワーはチャイナジンマオグループが営業している。 ビルの公式な開業日は八の数字が続く九百九十八年八月二十八日であったがすべてが稼働したのは九百九十九年に入ってからだった。ビルにはロビーへ続く三つのメインエントランス、オフィス用の二つのエントランス、ホテル専用のエントランス一つがある。タワー下層部の六階分にはグランドハイアットの国際会議場、宴会場やショッピングモール、レストラン、 ナイトクラブが入居する。地下1階から地下3階までは、フードコート、展望台までの直行エレベーターのり場自動車600台と自転車7500台分の地下、駐輪駐車場がある。ビル内の上下の通行は三菱電機製のエレベーター61台と19台のエスカレーターが担っている。ビルの下から4段分は123000平方 M の ブハシラのオフィス空間からなる。各階の高さは4メートル、オフィスの天井口は2.7メートルで、世界的にもグレードの高いオフィス空間である。51階と52階は、機械室になっている。53階から87階は、客室555室を誇る5つ星ホテル、グランドハイアット上海である。このホテルは、世界一地上から高いホテルであったが、 2008年に隣の上海環球金融中心ビル内に系列のパークハイアット上海が開業し世界一地上から高いホテルの座を譲っている。また世界一長いランドリーシュートがホテル最上階から地下の洗濯室までつながっておりシュート内を落ちる洗濯物の速度を落とすバッファーがシュート内の各所に設けられている。このホテルで 最も印象的な部分は56階から87階までに及ぶ目もくらむような世界最大級の円筒形のアトリウムである。客室を結ぶ回廊が下から上まで連なり、各回廊を結ぶ階段がら旋状に配されており、直径は27メートル、高さは約115メートルになる。ホテルの53階から57階はクラブ、バー、 各国料理のレストラン、フィットネスクラブが入居し、85階は一番宿泊料の高いスイートルーム、86階は上海料理レストラン、87階は世界最高層のバーになっている。88階はスカイウォークと呼ばれる展望フロアであり、1000人を収容する1520平方 m の屋内展望台がある。上海のパノラマのほか ホテルの巨大なアトリウムを足元に見ることもできる。地下フロアから展望台までは秒速9.1メートルの急行エレベーター2機が結びわずか45秒で到着する。ビルの頂上にある先頭部分は89階から93階までの機械室があり一般の人は立ち入れない。先頭部分は夜になると明るくライトアップされる。 北緯31度14分14秒、統計121度30分05秒、北緯31.23722度統計121.50139度、31.23722221.50139。ありがとうございます。